のび太ね、みんな大好きのび太くんなんですけど、うん、実はまあ、あるお話で、まあ、いつものようにこうジャイアンにいじめられて、うん、もうやだっつって、もう誰もいないとこ行きたいっつって、うん、無人島に行きたいという言い出すの、うんうん、で、まあ、ドラえもんにこう道具出してもらって、でどこでもドアで無人島行くんですよ、うん、でもう無人島だからドラえもんも来ないです、もう一人で行くわけ、うん、で、まあ、子供だから、まあ、ある程度時間過ぎたらもう満足するわけ、うん、でも帰ろうってなったら嵐が来て、その帰る用のタケコプターもらってたんだけど、うん、そのタケコプター飛ばされてなくなっちゃうの。で、ああもうやばいってなるんだけど、まあでもドラえもんが、まあ、絶対助けに来てくれるだろうつって、その日はもう寝るのよ、うんうん、で、そっからあ、来てくれなかったなつって、うん、1日目終わって、で、そっからもう例えばまあ3日後、うん、今日も来ない、うん、で1ヶ月後、今日も来ないつって、うん、で、そこから1年後、うん、で3年後、うん、で10年後ってなるわけ、はいはい、で10年後の描写がもうのび太も大人になってて、もうヒゲもじゃなんですよ、無人島で一人だから、うん、で、このまま僕は死んでいくのかなみたいな、うん、すっごい悲しいカットがあって、うん、で、その本当10年後の時にちょうどドラえもんが、あ、やっと見つけたっつって、うん、来てくれて、うん、わーいってなって、で、ドラえもんがタイムフロー式っていうね道具があるんですけど、はいはいはい、時間を戻せるのかけたもの、そうだからのび太に10年分タイムフロー式をかけて、あの10歳に戻して、うん、で、めでたしめでたしっていう話があるんですけど、うんうん、めっちゃ怖くないですかこれ、わかります？遭難してるのび太がいる世界あるじゃないですか、で、このあ、まあいいや、忘れてください今の。タイムロー式で戻します、うん、10歳に。で、戻してもこの世界ではもう20歳だから10歳になっても意味ないから、当時の世界に遭難した日にタイムマシンで戻るんですよ。ね、そうだよね。ってことはその世界にのび太2人いるんですよ。ね、無人島にいるのび太と未来から来たタイムロー式で10歳に戻ったのび太が2人いるんですよ、うん、怖くないですか。これ言いたかったんだ。ザ・パワーマジですごくないこれ。